ということで、まあ、現在はまだ秋高田市長の石丸伸二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。秋高田市ってどれぐらいの人口いるんですか？人口2万7000人。2万7000人。市政して減っていった感じなんですか？市政施行して。そうですね。この20年間はもう減少の一途をたどってます。昔はなんか人口が多かった理由があったんですか？戦後、都会から一時的に田舎にバーッと人が戻って、まあ、逃げて、で、その後、高度経済成長で、田舎なりに人が増えてたんですね。それがまあ80年から90年代がやっぱりピークでした。で、その後でまあ3万5千人、4万人は行ってないかぐらいですね。なるほど、なるほど。それから減っていったわけですね。そうですね、はい。それはなんか不便だからとか、そういうやつなんですか？シンプルに言うとそうですね。広島市がすぐ隣南にあって、はい、そっちにどんどん座れていくっていう構図です。平成の大合併みたいなのあったじゃないですか、はい、あれはあんまりやんなかったんですか？まさにそれです。2004年に6つの町が合併して秋高田市になってます、はいはい、それまではそれまでもでも秋高田市だった？それまでは秋高田市と同じくくりで郡っていう高田郡という集まりだったんですね。そこに6つの町が入ってまして、はい、それが2004年に市になったっていう。ああ、なるほど。じゃあ、はい、なので人口としては、まあ、その昔の町のくくりで数えて、はい、ピークがまあ4万人かぐらいだった。ああ、なるほど。平成の大合併の時にちょうどそんな感じだった。そうですね。まあ、ほぼほぼ、こう、形は全く一緒のまま、はい、名前だけ町から市になったっていう。あ、じゃあ、平成の大合併後でそんな感じなんですか？そうです。はい。ああ、なるほどね。それで例のあの河合さんの問題で前首相が、はい、あの辞職、はい、で入ったと。そうですね。慌てて地元に飛んで帰ったっていうのがスタートです。出身なんですか？はい、生まれです。地元です。あ、秋田から。激地元な感じなんですね。はい。あ、そうなんですね、はい、高校生の時までそこに住んでました。ああ、なるほどね。どうですか、突然選挙に。僕も一回突然選挙に出たんですけど。存じ上げ広島で、はい、非常に話題になったんで、はいはい、でも選挙は思う通りにならないことが多々あるままあるので、ただそんな中でも挑戦してよかったなっていうふうにはあの時思いましたね。え、なんか地方の首長選挙って突然そんな感じでなんか風が吹くっていうんですかね。何ですかね。ですね、はい。まあ僕の時の例で言えば、前の市長が河合事件で辞めたっていう、まあ、田舎としてはかなりショッキングな事件があった直後なので、今ここしかないっていうふうに思いました。あの、ゆくゆくいつか戻りたいな、市長やりたいなっていうのはあったんですけど。あったんですか？はい、まあ、銀行員その場でやってて、銀行員で50ぐらいで大体リタイアするんですね。はい、はい、まあ、ちょっと早めに終わるっていうのもあるので、まあ、そこぐらいでセカンドキャリアで、まあ、政治家を目指すっていうのはいいかなと思ってたんですが。あ、そういうもんなんですね。はい。で、まあ、50代だったら政治家としては全然まだ若い方に入るっていうのもあったので、それぐらいで読んでたら思いがけないタイミングでその、まあ、チャンスが来た。ここしかない。で、それがなかったら30代で地元に帰ってパッと出て通るってないと思います。あ、まあ、そうですよね。はい。でもなんかあれなんじゃないですか、兄弟ですよね、はい、なんか割と振動っぽい感じなんじゃないですかそんなことないですか？堀さんに言われるとあれですけど、いやいや、僕は振動でしたよそうですよね。自分で言うのもなんですけど、福岡のちょっと田舎の方ですね。はい、僕はうちは、はい、福岡県の八女市っていう、はい、まあでも八女市の方がまだ人口いますね。あ、全然多い。多分倍より多いと思います。7万人ぐらいいますね。そうですね。あの山間部まで全部合併しちゃったんで、うん、まあそこの岡山小学校っていう、はい、大学進学した人間4人しかいませんでしたから、僕の同級生で。似てるところだと思います。はい。なんで、まあ、小学校では振動でしたね、完全に。言い切っちゃうのがまたいいですね。いや、もうそれはもう本当、それはもう本当そうですよ。はい。それはもう別に、わざわざ謙遜する必要もねえなっていうぐらい圧倒的でしたから、まあまあ、それはいいんですけどね。なんかそんな感じだったんですか、やっぱり。そうですね。高校は公立の高校に通ったんですけど、うん、その高校ができて初めて京大に入った人間が。よくそれできますよね。僕、進学校だったんで、はいはい、
なんか別にみんな東大とか九州大学とか行くんで、はい、まあ普通に、普通でなんか、なんか大変じゃないですか、まあ、今。いや、めっちゃ勉強しました。大変でした。でも、ね、それやらないと、もう自分という存在が保てない、死んでしまうという危機感があったんですよ。うん、あ、そうなんですか。だからもう田舎が本当に嫌で。田舎に生まれて育って物心ついた頃からなんかテレビで東京のなんか映像が映るじゃないですか、うんうん、なんでこんなに何でもある街があって何でも何もない街に生まれたんだろうとって、まあ、僕も同じでしたけど、ね、ですよね。でなんとかそれをひっくり返したいと思ったらこれも勉強するしかないっていう、そこに行き着きました。周りの人たちはどうだったんですか。まあ田舎なんで、まあ、牧歌的な感じですね。まあ、牧歌的なんか家族とかにそういうなんかそういうこう近しいところには全くいないですか。まあ、うちもそうですですね。はい、うちもそうっちゃそうなんですけど、やっぱそうですよね。一、はい、人だけいいとこいましたけどね。あ、そうですか。はい、なんか大学の助教授当時はそれはの人が一人だけいましたけど、はい、でもそれぐらいですね。まあ、まあ、何十人もいる中でその人だけなんで、なるほど。そうやって行かれて、でなんかアメリカにね、そうですね。銀行員の時に、銀行員の時に。はい、いや、それはでもすごいな。なかなかユニークな経歴ですね。ちょっと珍しいかもしれないですね。でも、まあ、たまたま良かったんでしょうね、それは、ね。そうですね。僕にとっては、結果振り返って、それで良かったんだなって思いました。僕が選挙出た時は、本当全力でブロックされましたけどね。あの、地元は。わかります、わかります。古賀誠さんという人がいて、絶対あいつ連れてくんなよ、みたいな。わかりました、つって。じゃあ、ちょっと、縁があったんで、広島ロックで行かせていただきます。マジか、すごいなみたいな。びっくりしました。ホリエモンが広島に来るっていう。たまたま縁があって、あそこの町と、はい、それでよかったんですけど、それでまあ行くことになったんですけど、まあ大変ですよね、選挙は。ですね。でもあれですよね、副市長さん、はい、とやったんですもんね。戦ったんですね。副市長、あ、そうですね、はい、相手方がそうですね。なのでその河合事件でお金をもらって辞めた市長が、うん、あと任せると言った人が手を挙げるだけだった、うん、で無投票で決まりそうだったんですね、うん、そこに割って入ったっていう呼ばれてないのに帰ってきたっていう呼ばれてないのに帰ってきた、はい、まあでも良かったですね。そこで、そうですね、そこであの思い切ってよかったなって思いますね。どうですか、一期勤めてみ、まあ一期もまだ全部じゃないでしょうけど、うん、市長だとフリーハンドの部分って結構あるんですか。言い方によりますけど、うん、あるといえばありますね、やっぱり、うん、はい、それは自治体の執行権、まあもうちょっと言うと予算編成権がたった一人に集約されているので、うん、これは大きいですね、うん、はい、他の誰にもない自分にできるっていう、うん、ただ議会の承認が執行するためにはいるので、うん、はい、その意味では、まあ、アクセルとブレーキの役割分担はなってて、全部が思うようにはできないです。うん、ただ、幸いにして、うん、うちの町でやらないといけないのが財政再建だった。うん、どれぐらいなんですか、補助率っていうか、あの、地方交付税交付金。うちは3割しか自主財源ないです。あ、でもまあ3割はあったんですね。まあ、逆に言うと。まあ、それぐらい。3割は、まあまあまあ、それぐらいの規模の町だったら、まあしゃあないですよね。でも、まあ、ほぼ外部に依存しているっていうところで。うん、でもうちの選挙区なんか、もっとひどい自治体ありましたからね、ほんと。あると思います。15% とか。はい。10%とか。品種の自治体は結構あります。ね。はい。でも、そういうところもですし、うちも例に限らず、あの、放満財政をしてた。で、そこをなんとかするっていうのが最初の仕事というか、まあ、そこをやんないといけないと、一緒になった時に、本当に明確に自分。あれって、地方交付税交付金って、なんか、もらえなくなったりするもんなんですか？いえ、基本的には、算定する式があるんですね。うん、なので、機械的に入ってきます。機械的に入ってくるんですか？人口とか、うん、まあ、その中の要素。によって、まあ、年齢構成とか。大体これぐらいいるでしょって言って国からもらうお金です。首長が中央に陳情に行ってっていうのがありますけど、あれはお願いに行ったらすぐもらえるってものじゃなくて、お願いに行って算定の基準を見直してもらうっていう作業なんですよ。なるほど、なるほど。あれ多くの人は誤解させてるんじゃないかなと思うんですが、そんな簡単なものじゃないです。そんな政治家力ないです。はいはいはい。あ、じゃあもう決まってるわけですね。はい。機械的に。はい、今年はいくらもらえると。そうですね。あ、で、その中で予算を編成していく。はい。あの、なんか、債権とかあるじゃないですか。あれを誰が貸してくれるんですか？
地方債ですかね、うん、はい、あれはあの、まあ、金融機関ですね、幅広く。金融機関は何を担保に貸してくれるんですか、あれは。あ、自治体だからという。自治体だから、はい、担保を入れてるわけではない。金利はどれぐらいなんですか。物によりますけど、どれぐらいあったかな、でも今はもうかなり低い、それこそ10年でも 1% 切ってるような。あ、まあ、それはあのそもそもの自治体という事業体のリスクが低いというふうに見られているので、財政破綻ってまあしないじゃないですか、うん、あの夕張だった以外は、うん、はい、夕張はそんなひどかったんですか。悪かったですね、うん、ですし あと結局今も再生してないんですよね。ああそうなんだ、はい、本当に職員の給与は何割かカットされたまま、うん、でその破綻する前に比べて上下水道料金は 何割増しか、うん、2倍ぐらいになってるのかな、うん、だから住めなくなってるんですよ、端的に言うと。端的にね、はいはい、で住めないんだけど逃げられない人がそこに残されてるっていう一番苦しい状況にまだあるのが夕張です。まあでも何者入りで知事になっちゃいましたけどね。そうですね、鈴木さんはまあそこを、まあ、一旦目処つけられて、うん、でも今まだ絶賛借金返済中なので、うん、全く楽にはなってないです。あ、その地方債とかの。そうです、はい、今までの積み上がった借金を返して、でそれこそ新たに記載する借金を、あれ帳消しにはなってないですか。ならないです。ならない。ならないです。あの借金を返済する計画を立てさせられて、あ、総務省に国の部のね。そうです。で20年計画で毎年こんだけ返してください。あ、まあ、そこでならないです。だからあれじゃないんだ、あのリセットされるわけじゃないんだ、破産宣告みたいな。ないです。じゃないです。あ、そうなんだ、はい、リスケだ。そうです。へえ、はい、それ辛いですね。辛い。なので残された人ってのが本当に社会的にも経済的にも弱い人が逃げられないので。秋田方市ってどれぐらいあるんですか、借金。今うちはもうかなり低くなりましたね。ちょっと金額ベースで覚えてないんですけど、比率はこの10年20年で下がってきてます。借金の比率は、はい、ただそれはまあ新しく記載しなかった。ん、あ、借金を負わなかったので。あ、なるほどなるほど、はい、返済をコツコツしているので、その意味ではストック自体はバランスシートはそんなに悪くないんですが、ただフローの方が、うん、はい、収支ですね、入りと出のバランスがすこぶる悪いと。フロー、ふるさと納税とかってどうなんですか。あれは自治体の人はどう思ってるのかなと思って。まあ、端的に言うと、うちなんかで言えばありがたいですね。うん、はい、いや、ありがたいと思うんですけど、なんか、わかんないけど、結構すげえ もらってる自治体もあれば、全然努力してない自治体もあるじゃないですか。はい。うん、なので、格差が広がりまくるっていう、もらうところは200億ぐらい入るんですね。はいはい。で、入んないところは、まあ、それこそ、全然入らないところであったり、あとは、流出が多い。まあ、東京都の自治体とかね、世田谷区とかね。はい、超流出してるみたいですけど ですね。なので制度としてどうかっていうのは議論としてあると思います。まあ、でも努力したら努力しただけ来るわけじゃないですか。ですね。そこはまあ頑張りどころなんですけど、ただ結構業者に持ってかれますし、まあ、本来なら税金を納めて自治体がそのまんま住民であったり国民に使うべきなのに、それがまあ業者に、言い方悪く言えば中抜きされてる手数料で、っていうのを考えると、ちょっと税制システムとしては効率が良くないのかなとは思います ね。僕はその北海道の大樹町ってところでロケット開発してるんですけど、はい、めっちゃ力入れてますもん、ふるさと納税に。はい、うん、はあ、企業版ふるさと納税も、はい、だ、企業版ふるさと納税って全国2位になったんですよね。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。で、個人版も、はい、はあ、ふるさと納税、まあ、僕が営業してるんですけどね、結構。いや、ほら、なんか株式を売却して、何億とかって納税する人いるじゃないですか。はい、そんなん、もう見てたらわかるんで。あ、なるほど。IPO したと思って、IPO した。個別に声かけて。そう。で、あと、会社バイアウトしたとか、わかるじゃないですか、はい。全部ニュースになってるから、個別に声かけて。はい、なるほど。全然、もう、超楽ですよ。それ、うまいですね。営業、はい。ロケットの寄付、うちしかも議会を通してもらって、はい、その町の使途ってあるじゃないですか、はい、公園整備とか幼稚園の整備とか、はい、国ロケットってあるんで、それも入れて、なるほど、はい、入ってるんで、はい、要は返礼品じゃない方の7割の方の財源にもなってるんですよ、はい、でそれ全部スルーパスで来るようになってるんですよ。なるほど。だから、まあ、こっちも営業する、うんうん、あれがあるし、あ、はい、あと
それぐらいのまとまった金額になると業者に手数料払わなくていいじゃないですか。あ、どういう仕組みですか。ああ、だからもう直接町に振り込みみたいな。ああ、なるほど、はい。はい。寄付という。寄付をやれば、もう、全然もうペーパー1枚でいけるんで。うん、確かに。だから、業者に金払う必要ないですよ。はい。はい。あの返礼品付きのやつはね、ふるさとチョイスとかで払ってますけど、ね、まあ、それは金額ちっちゃいんで、うん。でも、ふるさと納税の品まで作ってますよ、だから。プロデュースしてますもん。つぶがえラーメン作ったりとか。はい。はい、あの、地元の名産品をリブランディングして。はい。はい、あそこまでできるといいですね。はい。なんか名物とか なかったんですか。うちはちょっとなかったんで、お好み焼きのご当地焼きを作ったりはしました。秋高田焼きっていう。なかなか難しいですね。でもそれはあの結構広がりを見せまして、今全国の47都道府県の半分ぐらいで秋高田焼き売ってるんです。あ、そうなんですか。はい、もう名前だけ貸して認証店っていうのをなってもらって。あ、なるほど、ね、もう好きに作ってくださいと。でうちとしてはあのそこにブランディングといいますか、名前が売れる秋高田焼きっていうのがなぜか高知県で売られてるとか。 YouTube チャンネルとか結構いってんすよね。 あれも収益化してますね。20万チャンネル登録26万超えましたね。すごいっすよね。それも今日本一です、自治体ね。え、いやだからそういうこととかもみんな意外とやんないんだなと思って。あれやっぱりやんないんですかね。やりたくないんですかね。うん、まあ苦手っていうのと、まあ、あとはリスクが取れない。うーん、まあ、そこにつきますかね。要は今までやったことないのでどうやればいいか分からない。でも全国区になりましたよね、名前は。まあ、うちはなんとかね、はい、よくやりましたねそこまで。というのは、いやいや、だからまあある意味今日本で一番バズってる市長じゃないですか。はい、まあ、全国的な知名度があるっていう人そんないないじゃないですか。うん、ああ、でもそれはもうそれしかないって思ったからです。はい、秋田方2万7000人しかいない町、財政的にも余裕がない。これを少しでも生きながらえさせるために外の力を借りるしかないと思ったんですね。その時に知名度、認知度、これをいかにしてあげるかが自分の仕事だなっていうふうに思いました。で実際のところそれは効果あったんですか。まあ、ふるさと納税は2億5000万ぐらい増えましたし、1年間で。あ、なるほどなるほど。まあそれぐらい増えるのか。はい、でし、あとまあいろんな、それこそ地元の、まあそこまでまだ有名じゃないんですけど、なんかユズを使った何かとか、そういう特産品が外に売りやすくなってるっていうのは確実にありますね。あ、まあ、ね、あの秋田方しかっていう。ああ、はい、そうですよね。確かに。誰も知らなかったですからね。ですよね。名前すら読めなかったと思います。うん、うん、確かに、確かに。で、記載をしないことによって、まあでも自治体が作るサービスって、なんか、結構いまいちなもの多いじゃないですか。はい、多いですね。あれなんであれ作るんですかね。箱物とかですか。うん、あれはそもそもの概念が民間と違うからです。要は採算を取るっていう意識は全くなくて、投資じゃないんですよ。公共事業、公共投資って言いますけど、投資じゃないです。回収考えてないですよ。箱を作るのが目的で、作った後いくらかかるかとか、何年でそれ元取るかって一つも考えてないです。うん、でも元取るどころか、そのメンテナンスコストがかかって、そう、なんか税金で、あの、マイナスになってるところの方が多くないですか。圧倒的にそうです。うん、はい。あと僕びっくりしたのが、その北海道の大樹町も、廃校になった小学校とか中学校がゴロゴロあるんですよ。うん、で、平成の初めぐらいですかね、に全国的にいっぱい作られたみたいで、はい、なんかものすごい補助金が降りたんですかね、あれね。ああ、その時期があった。その時期は平成3年とか4年とかのあたりがピークで、耐震なのかな、なんかとにかく建て替え、ああ、耐震のあれがあったのかな、それもそうかもしれないですね。すっごい勢いで、あの、僕結構地方のビジネスとかこう見てるんで、そうすると廃校を利用したなんか旅館とか、なんかグランピングとか作ってるとこ結構多くて、なんでこんな作ったんですかみたいな。いや、お金が出たから。みたいな話をして。そうなんですよ。お金も、その、まあ、合併した市が昔あったのは合併特例債っていうものなんですが、10のうち7は国が出してくれる借金なんですよ。自己負担3割で10のものが作れるので、みんなそれに飛びついたんですね。でも3は自分の借金ですし、ランニングコストは自分で持たないといけないんで、後々困るんですけど、その時は7が欲しいから、みんなここぞとばかりに記載するんですね、その債権。なるほど、なるほど。それか。なので、非常に、たちの悪い飴を配っちゃうんですね、国は時に。はい、
それが原因なんですね。そうですね。いや、とにかく廃校めちゃくちゃあるなと思って、こんだけ作っても人絶対少なくなるの分かってんのに、なんでこんなことするんだろうな、みたいな。その全国どこも一緒です。箱物もインフラも。はい、人口もピークアウトしてるので、どんどんいらなくなるんですけど、まだ道路の整備とかって進んでますし。ああ、そうですか。はい。まあもちろん回収しないといけないものはあるんですけども、まだ新たに作る道路も全然ありますよ。人は減ってくのに。その割には道路作るの大変でしたけどね。うちのいや、本当ロケットの打ち上げ場まで砂利道だったんで、これ、ちょっと、道路を舗装してほしいなみたいな話をずっとしてたんですけど、ずっとダメだったんですよ。もうなんか頑張って頑張って、いろんなところに、はい、その中央にも行って、やっと防災道路っていう形で、はい、できました。新設ですよ。あ、そう、新しく作られたんですね。そうなんですよ。海岸沿いに砂利道があったんですけど、はい、この砂利道の迂回路として、津波が来たら危ないから。ああ、なるほど。内陸の方に新設で道路を作るっていう。はい。こういうことするんだと思って。でもそれももしかしたら何かの特例の措置で国が。ああ、防災ですか。防災の方の予算だと。だと。それは。そうすると自治体の負担が多分5割とか3割です、ね。そうですね、多分。まあまあ、そういう話なんですけど、まあ我々としてはいいんですけど、それで一緒に電力とかも来るんで、はい、今発電機でやってましたからね。ああ、そこで、はい。はい。発電機、北海道電力が電力線引いてくんないんで、はい、でも最近引いてくれる、まあ引いてくれることになって、道路もできるし、はい、電気も来るってことになったんですけど、まあ多分水道も来るんですけど、まあ大変ですよね。もう、東京都のことももう考えてたんですか前から。どうなんですか、ね、まあ4年前、市長選に出るとき、はいまあ、東京にまだ住んでまして、ちょうど都知事選をやるタイミングでもあったので、うん、東京都知事って誰がやるんだろうなっていうときに、やっぱり自分の人生の選択肢として、それは頭の中にはありました。ただ、今ではないし、今やっても絶対意味がない。で、まあ、秋田方の方に行ったんですけども。それで一期経験積んで、なんか井川さんとかにディスられてましたけど大丈夫ですか全然違えんだよサイズがとかですまあそうですねなんか早速ね皆さん話題にしてくださっていやでもねすごい話題になってますよねね前々回ですかね小池百合子さんが初当選したのは、はい、あれもでも猪瀬直樹さんとか増田洋一さんとかなんであんなすぐ辞めちゃうんですかね猪瀬さんとかはなんかお金もらったとかなんとかって大した話じゃないんですけどねあれねまあ引き際だといや僕あれだからビビったんだと思うんすよねあのまま辞任しなかったら特捜部にやられちゃうんじゃないかとかあなんか もっとクリティカルなものがあるいやいやあれじゃないと思いますけどいや僕も一回捕まった経験あるんでわかるんですけどもう要は、その権力の座にあるものとかを、こう、なんか懲らしめるみたいなのが彼らのモチベーションなんで、だから、辞めたら捕まえないみたいな。ああ、なるほど。そういうのはあるのかもしれないですね。そこでビビっちゃったみたいな。ね、短かったですね。毅然とした態度取ったらよかったと思うんですけどね。舛添洋一さんなんかもっとひどかったっすけどね、辞め方が。だってなんか、公用車で温泉に行ってたみたいな、どうでもいい話じゃないですか、はっきり言って。なんか、ちょっと意識が低かったなってぐらい。いや、すいませんでした。意識低かったです。でも、頑張ります、みたいな感じで。石原慎太郎さんなんか、その手のものいっぱいあったと思うんですけど、うるさい失礼なやつだなとかって言って怒って終わりだったじゃないですか。ね、あれだから本当猪瀬さんとかマジでやめてほしくなかったんですけどね僕。ちょっともったいなかったですね。ああいう人がしかも都知事になることってめったにないんですよ。はい、特に猪瀬さんはなんていうんですかねこう。実務力もあるし、その政策を研究してるから。はいすごい、だって道路公団の民営化だって彼がやってるわけだから、その元々の構想自体は。まあ、そういったこととかをちゃんと歴史とそのファクトによって、うんはい、もう猪瀬さんの書斎一回行ったことあるんですけど、はい、ものすごいビルなんですよ。
まあ、当時はネットとかデジタルないんで、はい、全部紙の資料なんで、紙の資料がダーってこう、はい、あの人タバコ吸うからいつか火ついてこれ燃えちゃうんじゃねえかと思うぐらい山のようにすごい資料の山なんです。あ、これ全部読んでんだと思って、とんでもない勉強家ですよ。なるほど。だから、あの、ちょっと物の言い方はね、なんかこう、上からだったりとか、イラッとすることとか多分みんなあると思うんですけど、でも、すごい勉強家ですよ。だからすごくあれで政策実行できる能力ね、石原慎太郎さんの後継者として行ったわけだから、はい、すごく期待してたんですけど、なんか5000万円のなんかもらってもない金をねそのまま返したって言ってんだからいいじゃねえかとかって思ったんですけどまあでもあれが最後致命傷になった感じですね。まあでもまあだって河合さんの事件もあれですけどね、あれね、バチバチにやってたからでしょ。まあ、そうですね。あの、溝出さん。そうです。はい。自民党の内部での、まあ、権力闘争が激しかったのところで、まあ、刺されたんだろうなという印象はありますけど。まあ、元警察署長官の溝出健生さん。僕も一回だけお会いしたことあるんですけど。あ、そうなんですか。あの、選挙の応援してもらったんで、はい。はい。あの辺の大物政治家は、亀井静香以外は全部応援してもらいましたよ。はい。はい、自民党系の人たちは。あ、で、そうなんですよ。それで東京都知事で今回ね、その、まあ行くってことで、その小池百合子さん、やっぱ小池百合子さんちょっと力弱ったなと思ってます？そう、まあ弱った。